皆さんこんにちは。今日はカルメン・マキさんの時には母の第一子のようにを歌いたいと思います。時には母の太鼓のように黙って海を見つめていたり、時には母の太鼓のように一人で旅に出てみたい。だけど心はすぐ変わる。母の太鼓になったなら誰にも愛を時には母の太鼓のように長い手紙を書いてみたい。時には母の太鼓のように大きな声で叫んでみたい。だけど心はすぐ変わる。母の太鼓になったなら誰にも愛を話せない。